俺たちはお尋ね者になったぞ。生死に関わらず3000万ベリー。3000万ベリーだってよ。なんでこの辺暗いんだ。俺の首1億ってなんだ。やはり知らねえのか。おめえの首には1億ベリーの賞金がかかってんだよ。そして海賊狩りのゾロ、てめえには6000万だ。ほんとだ、新しい手配書が。ゾロ、おめえが賞金首になってんぞ。なに、おい待て、俺は、俺のもあるだろ。あーね、よく見ろよ。ね、そうか、アラバスタの件で額が跳ね上がったんだわ。1億だなんて。うほー、1億聞いたか、俺1億だ。6000万か不満だぜ。喜ぶな、そこ。実は無理聞いてもらおうと。手配書見ましたか。手配書、あんた、とんでもねえ額ついてるぜ、麦わさん。それに、他のみんなも追加手配されちまってら。俺もか、おやった。私も、俺も。話すより、見てくれ。あんたら7人全員の首に賞金が。麦わらのルフィ、懸賞金3億ベリー。船がどうなったか心配ね。おいルフィ、どうやら俺たち懸賞金上がってんぞ。本当か。懸賞金5億ベリー。5億だ、やったちょっと大丈夫、傷が痛むのか。これ俺、懸賞金下がってた。ほら、1億5000万。はぁ、いいじゃない。安い方が狙われなくて。ナミさん、ルフィは船長だ。これじゃうちの箔ってもんが。くしょー、なんでだほら、10万、100万、1000万、1億。あなたの懸賞金額。15億ベリーですよ。ギャーッ。彼らに対し政府はそれぞれ30億ベリーという破格の懸賞金をかけた。30億ベリー。おい、何巻き込んでんだ。タゲなんだからいいじゃねえか。海外で何が起きたか知らねえが、見ろこれを。俺はお前を消しに来たんだ。